おすすめの強いビルドありますか？おすすめの強いビルド、難しいですね。ウェルさんの、資産的なものがどんな感じかな、みたいな。まだ、全然、始めたばっかりで、資産がないよっていうんであれば、やっぱいつの時代もデスナイトかなと思うけど。デスナイトか、まあ、もしくは、ある程度資産があるんであれば、そこ覇者天ぷらって言っときましょうよ。覇者天ぷらは、ファーストキャラではやばいと思う。それはダメだと思うわ。まあ今、自分が持ってる資産と要相談するのが一番あれかな。始めたばっかりですか？おすすめの強資い産ビルド。ほぼ0資産ほぼゼロだったら、ほぼゼロであればやっぱデスナイトが一番最初はいいかなと思うね。まあ、強いっていうのもあるけど、デスナイト自体ね、最終装備を集めやすいっていうのがね、まあ、一番の、まあ、おすすめできる理由なんですけどね。クレコンのマルチ参加したら装備エヴァおごってくれるよ。みんなでね、もしも、マルチやるときなんかに、1周目。一周目アクトナナっていうことはノーマルか。じゃあ、ノーマルアクトナナ。で、今何、あ、えっと、今のビルドっていうか、キャラクターは、マスターに何選んでます？今でもなんだかんだで結構アイテム集めやすいもんね。セット変換がある現状で、デスナイトってそんなに装備集めやすいって言えるのだろうか。いやーでも何持ってるかわからんからな。ファーストキャラならナイトブレード入れて負け大抵なんでも良いと思う。ナイトブレイ、イカ楽。ソルジャー、オースキーパー。ああ、ソルジャーとオースキーパーか。ウォーロード。ソルジャーとオースキーパーやったら、もうそのままソルジャーとオースウォキーパーでーロードいいっていう入かるぞ。な。ソルジャーとオースキーパーやったら、そのままウォーロードでいいんじゃない？オブシディアンオークリーバーで大体なんとでもなる。そのまま報復でいいんじゃね。飽きそうだけど。ソルジャー、オブシディアン、ウォークリーパー。ソルジャーのフォースウェーブをメインで使うキャラクターにして、で、物理ウォーロードにして、フォースウェーブで進めていく感じにすれば、まあ、それ、もうフォースウェーブだけで、そこそこいけるんじゃねえかなと思う。だから別にね、なんかおすすめのビルドっていうか、もうそのままそれで進めていいと思いますよ。で、武器は、モッチさんが言ってるように、オブシディアンウォークリーパーっていう、ああ、ここにはないかな。ないな。ここにはねえな。ちょっと待ってよ。ハードコアの2代目がオーロードで24時間で100レベルくらいになってる。すごいね。24時間で100レベルやったら。2キャラ目ぐらいっていうことやき、多分あんまり資産がないような状態で、そんな感じやから、多分、やっぱウォーロードって強いんじゃないかな。武器をね、掘るのにね、とりあえず、ここかな。タコ。ああ、そこにおるかな。そうやな。いつもカオス要塞に
似てたわ。カオス要塞の方が数は結構おるんじゃないっけ、あんなか。ここにおる、斧持ったやつがね、おるんやけどね。武器拾うのが目的ならカオス要塞でいいやないか。経験値もあそこだけおかしい。ね、近くにおらんっけ。あの、鬼みたいなやつ。あー、こいつ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 。こいつらが持ってるんじゃないかな？この辺のやつが持ってる、この斧持ってるこいつらが、落とす、オブシディアンウォークリーバーっていうやつが、そのね、フォースウェーブにね、かなりいい、MI、何をさっきから言ってるのかわからんか。さっきから倒してるやん。あれ倒しちゃった？誰か、こいつ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 。こいつらがね、落とす、斧のね、MI 斧があるんですよ。さっきの祠でも湧いてたぞ。あ、湧いちゃった？さっきのも。とりあえずそれを、武器はもうそれを取ったらいいわ。武器それ取って、物理上げてったら、ウォーロードはね、てかもうソルジャーが結構強いからね、それだけでいけると思う。ほんで、装備が揃ってきたら、どんどん、その、報復型っていう風な、報復ができる。あ、こいつとかね、クドニアンドレッドカード。こいつとかが落とす。報復の装備が揃うまでは、まあ、そんな感じで、フォースウェーブ型のウォーロードで進んでって、で、装備が揃ってきたしたら、報復型にどんどん振ってきゃ、ウォーロードでも、アイテム集める、まあ、トレハンできるようなキャラクターになるんちゃうかな。これ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 。これがさっき言ってた、このオブシディアンウォークリーバー。このフォースウェーブプラス4と 0.5 スキルリチャージ。フォースウェーブ 70% 武器ダメージフォースウェーブっていう。こいつを、とりあえずいいの、掘って、武器はこれで OK。で、こいつ取るために、カオス要塞。カオス要塞を何回か周回していいの出たらそれ使ってっていくような感じ。多分今一周目のアクト7ってことやから、レベルでやれば60近辺ぐらいかな。多分60近辺ぐらいやと思うんやけど。で、そのレベルに応じたこの武器を掘ってって、その都度更新してっていう感じ。武器はこれがいいし、アミュレットがね、フォースウェーブの上がる防具とか知らなそう。フォースウェーブの上がる防具って何だったっけ？アミュレットが冠水通路のここの最後に出てくるシャーズブールとかいうなんかあのゴーレムみたいなボス、あいつが落とすアミュレットもフォースウェーブが上がるから、アミュレットはこれ使ったらいい。で、まあ、その二つ使って、装備更新しながらやっていったら、レベル90ぐらいまではフォースウェーブでいけるかなと思う。なんせフォースウェーブはね、なかなかね、使い勝手がいいし、まあ、ほんとソルジャーがめちゃくちゃ強いから。